省、米国とドルの大循環、パート1公開日、2020年7月16日。米ダリオ・ブリッジウォーター・アソシエーツ、LP 共同最高投資責任者兼共同議長152件の記事。これは、アメリカ帝国に関する二部構成の章の第一部と、支配的な大国の典型的な大きなサイクルに沿ったその道筋です。それは第二次世界大戦までの期間をカバーしています。パート2では、新世界秩序の始まりから今この瞬間までをカバーします。7月21日、火曜日に発売いたします。念のため言っておくと、私がこの研究を行ったのは、私たちがどのようにして現在の状況に到達し、私たちが直面している状況にどのように対処すればよいかを理解するためですが、私は偉大な歴史家ではありません。私は、これらのことがどのように機能するかを理解し、何が起こるかを予測し、優れたリサーチアシスタント、素晴らしいデータ、信じられないほどの情報に基づいた専門家。多くの洞察に満ちた書面による研究、そして私自身の経験にアクセスできるという強迫観念を持った人間です。私はこれらすべてを使用して、何が真実で、それについて何をすべきかを理解しようとしています。私はイデオロギーではありません。私は機械派です。私は現実を、時間の経過とともに発展を推進する因果関係を持つ永久運動機械として見ています。私はこの情報をあなたと共有しています。この章は、オランダとイギリスの帝国から始めて、過去500年間の主要な準備通貨帝国のそれぞれを調べ始めた最後の章の続きです。最初にオランダが、次にイギリスが台頭して、最も裕福で最も強力な準備通貨帝国になり、その後、時代を超越した普遍的な因果関係によって駆動されるサイクルの中で、相対的に取るに足らないものへと衰退しました。20世紀前半、大英帝国は衰退して終わりました。これにより第二次世界大戦が勃発し、その後大英帝国がアメリカ帝国にとって代わられました。この章では米国を調べ、次の章では中国、現在は世界の二大国を調べて、典型的なサイクルの道に沿って彼らがどのように進歩しているかを見ていきます。これで、過去500年間の主要な帝国の隆盛と衰退の調査が完了します。次に、未来に目を向ける前に、過去をもう一度簡単に振り返ってみましょう。現在に近づくにつれて、各国のストーリーを個別に説明することから、最も関連性の高い国々のストーリーを時系列で折り合わせることにますますシフトして、相互作用をよりよく理解できるようにします。1930年から始めて、アメリカと中国の現在に至るまでの物語を取り上げます。その後、今日最も重要なアメリカと中国の相互作用にさらに焦点を当てます。このように物語を語ると少し複雑になりますが、最も重要な力とその背後にある因果関係は本質的に同じであるため、現在起こっていることが過去に起こったこととどのように似ているかを理解するのに役立ちます。過去90年間の詳細を掘り下げていくと、大きな子、最も重要な3つの大きなサイクル、つまり長期債務、金融サイクル、富と政治ギャップのサイクル、そしてグローバルな地政学的サイクル、8つの主要なタイプの権力と、その背後にある17の主要な推進力。最も影響力のある国での最も重要な進展だけを強調して、簡潔にするようにしますが、ストーリーが予想以上に複雑になり始めた場合は、太字のテキストを順番に読むだけで良いことを覚えておいてください。複雑化することなく主要なポイントを取得します。世界情勢や歴史は複雑で、関連する国の内外で多くのことが起こっています。これらすべての視点を正確かつ同時に見なければならないため、最も重要な国の最も重要な関連問題だけを理解することは困難です。各国はそれぞれの物語を日常的に紡いでおり、その物語が織りなす世界の物語となっています。しかし、通常、常に少数の主要国と、変化する世界秩序の主要なストーリーを構成する限られた数の主要なテーマしかありません。第一次世界大戦の終結以来、最も関連性の高い話は、英国、米国、ドイツ、日本、ソビエト連邦、及び中国の話でした。私は、これらの国だけが重要だと言っているのではありません。それは真実ではないからです。しかし、私が言っているのは、第一次世界大戦以降の世界秩序の変化の物語は、これらの国々の内外の主要な発展を理解することによって、かなりよく語られるということです。この章では、これらの国々の物語と最も重要な相互作用について簡単に説明したいと思います。これは、この本のパート2でお伝えする、より完全なバージョンのストーリーのハイライトバージョンです。これらのストーリーを伝える際には、偏見なく伝えるように努めます。歴史も、今起きていることも、正しく理解するためには、敵を含めた関係者の目線で物事を見る必要があると思います。
もちろん、同盟国と敵国があり、敵を悪魔扱いしたくなる傾向がありますが、ほとんどの人や国は、自分にとって最善と信じる方法で自分たちの利益を追求しているだけです。彼らを悪魔化することは逆効果です。ヒトラーは戦争に行く前に強力な経済を築いた、など、かつての敵または既存の敵に同情的だと思われることを私が言っているのを聞いたら、それは私が正確さを求めているためであり。政治的に正しいことを伝えるのではなく、真実である必要があるということを知っておいてください。考え、私が間違っているかもしれませんし、同意できないかもしれませんが、私ができる限り正確に写真を説明している限り、私には問題ありません。米国の話を始める前に、先に説明した典型的なビッグサイクルを思い出していただきたいと思います。全体を非常に単純化しすぎていますが、一言で言えば、典型的なビッグサイクルは次のように発生しているように見えます。通常、新しい世界秩序は、国内で、つまり、何らかの形式の革命を介して、及び国間で、通常は何らかの形式の戦争を通じて、物事がどのように機能するかの根本的な変化の後に始まります。彼らは、富と権力を持っている人や、富と権力を手に入れるために使われるアプローチを大きく変えます。例えば、最新の世界秩序が始まった1945年に、米国とその資本主義及び民主主義の同盟国は、ソビエト連邦及びその同盟国の共産主義及び独裁的なアプローチに反対しました。オランダとイギリスの帝国を研究して分かったように、資本主義はこれらの国の成功の鍵でしたが、失敗にも貢献しました。これが成功したのは、利益の追求が人々を動機づけ、資本と利益を生み出す資源を人々が十分に支払うことを望むものに比較的効率的に割り当てる競争プロセスが成功したためです。同時に、この富の増加のシステムは、富と機会のギャップを拡大し、人々が働く機会を減らし、借りたお金で生活する人が増えるという形で大敗をもたらしました。富と機会のギャップが拡大するにつれて、システムは公平ではないという意見がますます広まりました。借金問題やその他の要因が、貧富の差と価値観のギャップが大きくなると同時に不景気をもたらしたとき、それは多くの内部紛争を引き起こし、誰が富と権力を持っているか。そしてそれを手に入れるためのプロセスに大きな革命的な変化をもたらしました。これらの大きな変化は平和的に行われることもあれば、暴力的に行われることもあります。主要国がこれらの内部的な課題に直面すると同時に、ライバル国が彼らに挑戦するのに十分な強さになったとき、対外戦争のリスクが高まった。富と権力の分配方法におけるこのような激動の変化が、国家間で革命を介して起こるとき、または国家間で典型的には戦争を通じて、時には平和的に起こるとき、古い世界秩序は崩壊し、新しい世界秩序が始まり、その過程が始まる、もう一度。記憶を新たにするために、下のグラフは、教育、競争力、革新、技術、貿易、経済生産、軍事、金融センターの地位。準備通貨の8つの異なるタイプの力を測定する指数で測定された主要国の相対的な力を示しています状態。各国の流星と衰退を調べる際に、私は8つの指標のそれぞれを見て、重要な瞬間に飛び込んで、より詳細な方法でそれらがどのように発生したかを理解しながら、彼らの物語のハイライトを伝えます。今度は、この図でわかるように、現在主要な国である米国と中国でそれを行います。アメリカ帝国とアメリカドル、このセクションでは、世界大戦中に大英帝国を支配的な世界大国として追い抜いて以来、主に米国の物語に焦点を当てていますが、最初に。その上昇とそのやや最近の相対的な衰退の子全体を簡単に見ていきます。下のチャートは、私たちの全体的なパワー測定を構成する8つのタイプのパワーを示しています。その中には、1700年以降の米国の流星と衰退の背後にあるストーリーを見ることができます。1700年から始めます。それは、米国が出現する直前だったからです。現在米国が占領している地域には、もちろん何千年もの間先住民が住んでいましたが、国としての米国の歴史は、1776年に独立を得るためにイギリスの植民地支配に反抗した植民地主義者から始まります。この図では、米国の台頭の種が1800年代初頭に遡っており、教育の強さから始まり、次にイノベーション、テクノロジーと競争力で強くなっていることがわかります。
これらの力と世界情勢により、米国は第二次産業革命の間、1870年頃から第一次世界大戦の始まり、そしてそれ以降の時期に生産性を大幅に向上させることができました。こうした強みの高まりは、世界経済の産出量と世界貿易における米国のシェアの増加に反映されているだけでなく、ニューヨークが世界をリードする金融センターになり、イノベーションにおけるリーダーシップを継続し、その金融商品を大いに活用することで実証された、その金融力の拡大にも反映されています。米国の歴史に関連するこれらの米国の権力の尺度は、連合国が第二次世界大戦に勝利した直後の1950年代にピークに達したことがわかります。当時、米国と世界の他の地域とのギャップは最大であり、米ドルと米国の世界秩序が支配的になっていました。第二次世界大戦後、アメリカは明らかに支配的な大国でしたが、ソビエト帝国はライバルでしたが、全体としてはそれほど強力ではありませんでした。ソビエトとその共産主義の衛星国は、1980年頃に増大する非効率の重圧の下でソビエトの力が衰え始め、その後1989年から1991年に崩壊するまで、はるかに強力な米国と米国の同盟国と衛星国と競い合った。それは、中国が今日の米国に匹敵するライバル大国になり始めた頃です。米国と世界の他の地域とのギャップは最大になり、米ドルと米国の世界秩序が支配的になりました。第二次世界大戦後、アメリカは明らかに支配的な大国でしたが、ソビエト帝国はライバルでしたが、全体としてはそれほど強力ではありませんでした。ソビエトとその共産主義の衛星国は、1980年頃に増大する非効率の重圧の下でソビエトの力が衰え始め、その後1989年から1991年に崩壊するまで、はるかに強力な米国と米国の同盟国と衛星国と競い合った。それは、中国が今日の米国に匹敵するライバル大国になり始めた頃です。米国と世界の他の地域とのギャップは最大になり、米ドルと米国の世界秩序が支配的になりました。第二次世界大戦後、アメリカは明らかに支配的な大国でしたが、ソビエト帝国はライバルでしたが、全体としてはそれほど強力ではありませんでした。通り、教育、競争力、貿易、生産における米国の相対的な強さは、過去100年間で大幅かつ着実に低下してきましたが、現在、他の主要な大国に対して 50-60% いる程度になっています。相対的な強さはイノベーションとテクノロジーの分野では、準備通貨の地位、金融センターの権力、軍事力がトップか、それに近い状態を維持しています。同時に、中国の状況を詳しく調べればわかるように、中国はこれらすべての分野で米国に勝っており、多くの点で匹敵するようになっており、米国よりもかなり早く進歩しています。では、4万フィートのレベルから2万フィートのレベルに下がって、1930年の話を取り上げて、アメリカがどのように進化して支配的な世界大国になったかを見てみましょう。私たちは主に米国の話に焦点を当てていますが、米国内及び米国と他の国々の間の経済状況と政治状況の間のつながり、最も重要なのは1930年代のイギリス、ドイツ、日本。ソビエト連邦と日本1950年頃から1990年頃まで、及び1980年頃から現在までの中国では、経済と地政学は、国家内及び国家間で常に絡み合っているため、理解する必要があります。1930-1939-41、経済戦争原則として、通常、襲撃戦の前に経済戦争があります。そして、大きな貧富の差、多額の債務、及び効果のない金融政策を伴う深刻な経済不況は、通常、国内での重大な紛争や革命的な変化につながる可燃性の組み合わせを作ります。そして、大規模な紛争の時期には、混乱に秩序をもたらすために、より独裁的なリーダーシップに移行する傾向が強い。1929年、競争の20年代バブルが弾け、世界恐慌が続きました。これにより、事実上すべての国が富をめぐって重大な内部紛争を起こし、よりポピュリスト、独裁的、国家主義的、軍国主義的な指導者や政策に向かうようになりました。これらの動きは、右または左のいずれかであり、様々な程度で発生しました。これらの学位の極限は、国ごとに、その状況や、民主的または独裁的な伝統の長さと深さによって異なります。
ドイツ、日本、イタリア、スペインでは、非常に劣悪な環境と十分に確立されていない民主主義の伝統が、極度の内部紛争を引き起こし、右のポピュリスト独裁的指導者、つまり、ファシストへの転換をもたらしました。当時、ソビエト連邦と中国の指導者たちは、彼らはまた極端な状況に耐え、民主主義の経験がなく、ポピュリスト、左翼の独裁的指導者、つまり、共産主義者、になった。米国とイギリスは、それほど厳しい状況ではなく、民主主義の伝統がはるかに強かったため、他の国ほど極端ではありませんでしたが、以前よりもポピュリストで独裁的になりました。経済的に動機づけられた国内の紛争とそこから生じた政治的変化に加えて、これらの国はすべて、縮小する経済のパイのより大きなシェアを求めて戦ったため、外部の経済紛争の増加に直面しました。法ではなく権力が国際関係を支配するため、一連の激化する権力のテストが戦争につながり、その後、1945年に平和と新しい世界秩序につながった。1930年代の状況を伝えるために、1930年から1939年にヨーロッパで公式に戦争が始まり、1941年に真珠湾攻撃を受けるまでの地政学的ハイライトを簡単に説明します。そして、新しい世界秩序が始まった1945年に来ます。次に、この世界秩序が私たちをこれまでどこに連れてきたのかを見ていきます。これらのストーリーはそれ自体が興味深いものですが、現在起こっていることと今後のことを考えるための教訓を提供するため、理解することが最も重要です。アメリカと中国は現在、襲撃戦に発展する可能性のある経済戦争の真っ只中にあり、私は経済戦争を経験したことがないので、過去の経済戦争の実態をいくつか調べました。これにより、経済戦争について少し学び、現在何が起こっているのかをよりよく理解することができ、以前は考えもしなかった可能性に気づくことができました。第二次世界大戦につながった1930年代と現在との比較は、特に経済制裁に関して、特に興味深く、今後どうなるかを考えるのに役立ちます。そのため、私はこの時代の物語を、あなたが読むよりも少し詳しく掘り下げます。そのような場合は、ハイライトの太字を読んでください。経済戦争は、熱戦の約10年前に始まりました。大恐慌は事実上すべての国に経済的苦痛をもたらし、その結果、国家内及び国家間の富をめぐって争いが生じ、10年後には激しい戦争が勃発しました。1929年には、金及び程度は少ないが銀は貨幣であり、紙幣はそれを渡すという約束を表していた第2章で説明されているように、世界にはタイプ2の通貨システムがあった。競争の20年代には、投機的な資産、特に株式を購入するために、大量の借金金に交換できる紙幣を渡すという約束が作成されました。1929年に連邦準備制度が投機を抑えるために金融政策を引き締めると、バブルが弾け、世界大恐慌が始まりました。アメリカの債務問題はアメリカの銀行にとって破滅的なものであり、世界中の銀行の貸し出しが縮小し、国際的な借り手に打撃を与えました。同時に、不況により需要が弱まり、米国の輸入や他の国の米国への販売が崩壊しました。彼らの収入が減少するにつれて、彼らの需要は減少し、自己強化的な景気下降スパイラルの中でさらに多くの信用問題が発生しました。同時に、米国は雇用を保護するために保護主義に転向したため、1930年に関税を引き上げ、スムート・ホーリー関税法の可決により、他の国の経済状況をさらに悪化させました。景気の悪い時期に、国内の企業や雇用を守るために保護主義者に転向し、関税を引き上げるのはよくあることだ。生産が最も効率的に行われない場所で生産が行われないため、効率の低下につながります。また、関税を上げると通常は関税戦争が発生し、関税を引き上げた国も輸出を失うことになるため、通常は世界経済の悪化につながります。しかし、それは関税によって保護されている組織に利益をもたらし、関税を課しているリーダーに政治的支持を生み出すことができます。大恐慌が始まった時、ドイツ、日本、ソ連、中国はすでに苦しんでいました。ドイツは、第一次世界大戦の負債と外国軍によるラインラントの占領の重荷の下で苦労しました。日本は1927年に典型的な巨額の債務危機に見舞われ、その後1930年から1931年にかけて深刻な不況が続き、その後、典型的な大規模な通貨切り下げ、財政刺激。借金の貨幣化が日本の金融資産をほぼ一掃しました。
ソビエト連邦は、1917年から22年にかけての革命と内戦、ドイツに対する敗戦、ポーランドとの犠牲の大きい戦争、1921年の H。1930年代を通じての政治的粛清と経済的苦難に苦しんでいました。中国は1928年から1930年にかけて、内戦、貧困、飢えに見舞われました。そのため、1930年に事態が悪化すると、これらの国では悪条件が絶望的な状況になり、その後の経済紛争、そして最終的には軍事紛争が引き起こされました。さらに悪いことに、米国とソビエト連邦で干ばつがすぐに続いた。ソビエト連邦の干ばつ、飢えは、政府の極端な政策と相まって、非常に深刻で、何百万人もの死者を出しました。自然の有害な行為、干ばつ、洪水、疫病などは、しばしば深刻な経済的困難の時期を引き起こし、他の不利な条件と組み合わされると、大きな紛争の時期につながりました。その後数年間、ロシア国内での政治闘争とナチスドイツへの恐怖が、スパイの罪で告発され裁判なしで居殺された数十万人の人々の粛清につながりました。ドイツは、第一次世界大戦後に巨額の賠償債務を抱えていたが、1929年には、債務を大幅に軽減し、1930年までにドイツから外国軍を撤退させるヤング計画を通じて、これらの首輝の下から現れ始めた。しかし、世界的な不況はドイツに大きな打撃を与え、25% の失業率、大規模な倒産、広範な貧困につながりました。典型的なように、左のポピュリスト、共産主義者と右のポピュリスト、ファシストの間の戦いが発生しました。一流のポピュリストファシストであるアドルフ・ヒトラーは、国家の屈辱のムードを利用して民族主義の熱狂を築き、第一次世界大戦を終結させるベルサイユ条約とそれを課した国々を敵として投げかけた。彼は25ポイントのナショナリストプログラムを作成して、全員に何かを与え、それを中心に支持を集めました。内戦と秩序回復への欲求に応えて、ヒトラーは1933年1月に首相に任命され、共産主義者を恐れていた実業家から彼のナチ党への大きな支持を集めた。2ヶ月後、ナチ党は最も多くの支持を得て、最も多くの議席を獲得しました。米国では1932年に大統領選挙が行われ、フランクリン・D・ルーズベルトが選ばれました。彼は左派のポピュリストとみなされていました。就任直後の1933年3月から4月にかけて、彼は紙幣のドルを金に変換するという約束を破り、すべての銀行に預金者がお金を手に入れることができるように資金を提供し、100ドルを超える額面のすべての金を換金するよう命じました。1オンスあたりに 10.67 ドルのレートで紙幣を購入し、他の通貨と比較してドルを切り下げました。大規模な財政支出プログラムもあり、連邦準備制度が印刷したお金で購入した多額の財政赤字と多額の債務につながりました。原則として、デフレ不況は、債務者の手元に借金を返済するのに十分なお金がないことによって引き起こされる債務危機です。それらは必然的に、貨幣の印刷、債務再編、及び貨幣と信用の供給を増加させ、それらの価値を減少させる政府支出計画につながる。唯一の問題は、政府高官がこの動きをするのにどれくらいの時間がかかるかということです。大恐慌の場合、1929年10月のピークから、ルーズベルトが1933年3月に行動を起こすまでにかかった。その時点から1936年末まで、連邦準備制度が金融政策を引き締め、1937年から1938年にかけて不況を引き起こしたとし、株式市場は 200% 以上回復し、経済は平均実質 9% の成長率でした。原則として、深刻な経済的苦境と大きな貧富のギャップの時期には、通常、富の革命的な大規模な再分配が行われます。平和的に行われた場合、これらは富裕層に対する大幅な増税と、債務者の請求を切り下げるマネーサプライの大幅な増加を通じて達成され、暴力的に行われた場合、強制的な資産没収によって達成されます。ルーズベルトの就任後最初の100日間に、彼は、連邦準備制度が収益化した借金によって資金を調達した大幅な増税と巨額の財政赤字によって賄われた。多くの大規模な政府支出プログラムを作成しました。彼は、雇用プログラム、失業保険、社会保障支援、労働者や組合に優しいプログラムを提供しました。彼の1935年の税制改正後、一般にソークザリッチタックスと呼ばれ、個人の最高限界所得税率は 75% に上昇しました。1930年には 25% でした。
1941年までに、最高の個人税率は 81%、法人税率は 31% となり、1930年には 12% で始まりました。彼は他の多くの税金も課しました。これらすべての税金と、税収の増加に寄与した経済の回復にもかかわらず、財政赤字は GDP の約 1% から GDP の約 4% に増加しました。支出の増加が非常に大きかったからです。大恐慌からの具体的な展開については、第2章、お金、信用、借金、経済活動の大循環で詳しく説明するか、著書の第2部で詳しく説明します。大きな債務危機を乗り切るための原則。一方、ドイツでは、ヒトラーは国家主義的な政策を追求し続け、債権国への賠償債務の支払いを拒否しました。彼は国際連盟からも脱退し、1934年にドイツを独裁的に統治しました。首相と大統領の両方の役割を果たし、ドイツの最高指導者になりました。民主主義では、国の指導者が特別な権限を取得できるようにする法律が常にいくつかあります。ヒトラーはそれらすべてを掌握した。彼は、多くの公民権を終わらせ、共産主義者からの政治的反対を抑圧するために、第48条を発動し、議会と大統領の承認なしに法律を通過させることを可能にする、専権委任法の通過を強要しました。彼は、アーリア人種の独裁的な進歩を追求し、いかなる反対に対しても冷酷であった。例えば、彼は新聞社や放送会社を支配するか検閲し、すべての反対派を見つけて戦うために秘密警察、ゲシュタポを創設し、ユダヤ人から市民権のすべての権利を主張し、プロテスタント教会の財政を掌握し、彼に反対した教会職員を逮捕した。アーリア人種を優越すると宣言して、彼は非アーリア人が政府に仕えることを禁じた。ヒトラーはまた、大規模な財政及び金融刺激プログラムと組み合わせて、経済を構築するために同じ独裁的、ファシスト的アプローチを取った。アーリアのドイツ人に強い経済を生み出すために、ヒトラーは国有企業を急速に民営化し、借金で賄う企業投資を奨励しました。彼は、彼らの生活水準の向上を支援するために強力に行動しました。例えば、彼はフォルクスワーゲンを設立して、車を手頃な価格でほとんどの人が利用できるようにし、アウトバーンの建設を指揮しました。彼は、銀行に国債を買わせることによって、この大幅に増加した政府支出を賄った。発生した負債は、企業の収益と中央銀行、ライヒスバンクの負債によって返済されました。これらの政策は概ねうまく機能した。これはもう一つの良い例です。自分の通貨で借りて、自分の借金と赤字を増やすことは、借りたお金が借金を返済するのに十分以上のキャッシュフローを生み出す生産性を高める投資に投入されれば、非常に生産的になる可能性があります。債務返済は、国の経済目標を達成する上で非常に費用対効果が高くなります。これらの政策の経済効果についてですが、1933年にヒトラーが政権を握った時の失業率は 25% でした。1938年までには、それはゼロでした。彼が就任してから5年後の1938年までの人々当たり所得は 22% 増加し、1934年から1938年までの実質成長率は年平均 8% 以上でした。1933年から1938年にかけて、熱戦が始まるまでは 70% 近くが安定した傾向でした。また、1935年に彼は軍の建設を開始し、兵役を必要とし、ドイツの軍事支出を他のどの国よりもはるかに早く増加させました。それらを得るのを助ける力。必要なものを買うための収入を得るために、他の人々と交易するために商品を生産しようとするよりも、それらを軍事的に入手する方が費用対効果が高いと主張することができます。ドイツと同じように、日本も不況にひときわ大きな打撃を受け、それに応じてより独裁的になりました。日本は、十分な天然資源のない島国として、必需品を輸入するための収入を輸出に依存していたため、特に不況の影響を受けやすかった。1929年から1931年の間に輸出が約 50% 減少したとき、経済的に壊滅的な打撃を受けました。1931年、日本の不況は非常に深刻だったので、国は破産した。つまり、金準備を減らし、金本位制を放棄し、通貨を変動させることを余儀なくされた。これらの悲惨な状況と大きな貧富の差は、左派と右派の間の争いにつながりました。1932年には、秩序を強制的に回復し、経済の安定を取り戻すために、右翼のナショナリズムと軍国主義が大規模に盛り上がった。そのために、日本の軍隊は、他の国からそれらを奪うことによって、日本が必要とする資源を得るために、支配権を握り、軍事的選択肢を追求しました。
日本は1931年に満州に侵攻し、その後、天然資源、石油、鉄、石炭、ゴムなど、と人的資源、つまり、奴隷労働を獲得するために、中国とアジアを通じて拡大しました。ドイツの場合のように、必要な資源を獲得するためのこの軍事侵略の道は、古典的な貿易や経済慣行に頼っていても彼らが必要とするものを得ることができなかったので、日本人にとって最良の道であると主張することができます。人々は混乱に秩序をもたらし、外部の敵に強力に対処するための強力なリーダーシップを求めているため、極端な経済的ストレスの時代には、より独裁的、ポピュリスト、ナショナリストの指導者や政策に移行するのが典型的です。1934年、日本の一部で深刻なウェーブが起こり、さらに政治的混乱を引き起こし、右翼、軍国主義、国家主義、拡張主義の運動を強化しました。その後の数年間で、日本におけるこの運動は、ドイツにおけるものと同様に、トップダウンのファシストの指揮経済によってますます強力になり、東アジアと中国北部の既存の基地を守るために動員された軍との軍産複合体を構築し、他の地域への拡大、ドイツでもそうであったように、この間、ほとんどの日本企業は政府の所有外であり、生産は政府によって管理されていました。ファシズムとは何ですか？なぜドイツや日本などで採用されたのですか？国の統治へのアプローチを選択するために、次の3つの大きな選択を検討してください。A. ボトムアップ、民主的、またはトップダウン、独裁的、の意思決定。B. 資本主義または共産主義、中間に社会主義者、生産の所有権。および C、個人主義、個人の幸福を最重要視する、または集団主義、全体の幸福を最重要視する。それぞれのカテゴリーから、あなたの国の価値観と野心に最も適していると思われるものを一つ選んでください。あなたの好みのアプローチがあります。ファシズムは独裁的、資本主義的、そして集団主義的です。ファシストは、トップダウンの独裁的リーダーシップは、個人の満足が国家の成功に従属するように政府が非上場企業の生産を支持することは、国とその人々をより豊かでより強力にするための最良の方法です。米国とイギリスは、民主主義、資本主義、個人主義の組み合わせがより良いと信じていましたが、ソビエト連邦は、独裁主義、共産主義、そして集散主義の組み合わせが最善であると信じていました。資本主義的アプローチを追求する中で、1936年から1937年にかけて、連邦準備制度はインフレと戦い、過熱した経済を遅らせるためにお金と信用を引き締めました。そして国間。一方、ヨーロッパでは、スペインで左派ポピュリスト、共産主義者、党派ポピュリスト、ファシストとの対立が激化し、残忍なスペイン内戦が勃発しました。右翼のフランコは、ヒトラーの支持を得て、スペインのすべての左翼組織を粛清しました。1937年11月、ヒトラーは政府高官と秘密会議を開き、ヨーロッパにおけるドイツの拡大計画を発表して、資源を獲得し、アーリア人種をまとめ上げました。ヒトラーはその後、拡張計画を実行に移し、最初にオーストリアを併合し、次に石油資源を含むチェコスロバキアの一部を奪取しました。ヨーロッパとアメリカは、第一次